さあ、こんにちは。はい。いや、阪神優勝、そして強かった今年。おめでとうございます。いやー。予想ぴったし。え？いや、阪神優勝だもん。え？阪神優勝してたから。してましたっけ？今年の予想は阪神って。あ、本当ですか？そうだよ。だから裏の豊かって言われてたけど、あ、よかった、うちのチームが優勝予想されなくて、お、岡田監督と、なんていうの、はい、対談して、キャンプの時にね、はい、もうその時にちょっとキャンプの雰囲気とか見たりとか、うん、いろいろして、あ、決めたもん、あ、これは優勝するなと思った、うんうん、まあ、岡田監督も俺はルメールだ言ってましたもんね、乗せたらかっつって本当に勝っちゃいましたね。それもマジックがまあ点灯して、そこからちょっとね、一時期足踏みもあったんですが、あれ足踏みっていうか、言わないんですかね、もうあっという間だったよ。ある時期からトトトトトトンといって、もう最後はね、ほぼ連勝に近い形でという優勝になりましたけれども、はいはい、もちろん岡田監督が今年就任されて、その手腕采配っていうのもあると思うんですが、今日はこの動画で今年優勝した阪神の MVP 投打、はい、1人ずつ豊さんにちょっとまず開けてもらいたいんですが、まずはピッチャー陣で今年どういうふうな感想を持ちましたか、阪神のピッチャー陣。エースと言われた青柳がちょっと春先良くなくて、それをどう再生させるっていうね、そういうテーマもあっただろうし、で西勇輝、まあ、ある程度勝ってくれるっていうのが、やっぱ全然投げさせてもダメだったんで、まあ、後半良かったけどね、はい、まあ、青柳もそうだけども、だけどそのベテランがこう2人、まあ、思うように働けなかったというところから考えると、まあ、若手とか、はい、まあ、一石組だとか、うん、まあ、そういう人たちが頑張ったなという、うん、まあ、それもやりくりでね、はい、いろいろ頑張ったなと思うよね、うん、だから、西純也なんかはさ、やっぱ先発させても全くダメで、はい、途中で中に入れて、はい、でまた先発に戻して何試合か勝たしてみたいな、うん、まあ、本当に苦労したと思うよ、浜内、湯浅がセットアッパークローザーというね、はい、ところを任せようと思ったの、2人こぞってダメだというね、特に湯浅投手がいなくなったっていう、まあ、あの打たれ方、うん、ね、ホームランとか、はい、まあ、あれはちょっとあの表情を見たら、うん、今年はちょっと無理だなっていうふうな、はい、まあ、表情を浮かべたけどね、うんうん、だけどそこから危機管理っていうのがすごく監督ができてるなっていうふうには感じたよね。それはもうキャンプの時から危機管理っていうのも頭に入れながらその練習してたってこと、まあ、ある程度ね、うん、ピッチャー陣はその思いのほか苦労したと思うよ。数はいるけどどう組み立てていくか、まあ、岡田監督っていうのはどちらかというと7、8、9を決めたがる、はい、でもそこを流動的に持っていって、うん、勝負どころでは惜しげもなく追い込んでいったというね、まあ、そういう手腕とか、はい、だから投手の中で MVP って言われるとやっぱ村上かなと思うね。あ、村上投手、はい、これね、まあ、10勝もしたよね、はい、で今年初めてポンと出てきて彗星のごとく、途中でね、あれ交流戦の時だと思うけどチームの状態がすごく悪くて、うん、はい、中継ぎ陣とかももう疲弊し始めてる時に、村上が楽天戦仙台で完投負けしたんだよね。まあ、あの試合はね、すごく感動した。で、村上も歯を食いしばって、まあ、中継ぎを休ませるというか、うん、まあ、そういうこともできたしね、はい、多々あったんだよ。まだ投げれるのに岡田監督がもういいって変えたこともあったけども、ここは村上完投してほしいって言った時には、なんかそういう期待にも応えてくれたし、だから俺は村上かなっていうふうに思うんだよね。最初にあわやノーヒットノーラン、まあ、そうだなっていうところで岡田監督が変えたっていう、なんでやねん、変えて何が悪いんだろう、そっから、まあ、そういう感じだけどもやっぱ頼りになったと思うよ村上は。本当そうですよね。あ、まあ、大竹はね、一時期離脱というか、うん、はい、体調がね、悪くなって、で戻ってきた時にちょっと足踏み状態で、はい、まあ、勝率はいいんだけども、そういうところもあったし、まあ、伊藤も安定はしてたけどもね、うん、はい、でもインパクトとしたらやっぱ村上かなという感じですよね。ですよね、まあ、防御率もねすごいですし、まあ、そうだな、はい、ピッチャーで言えばその屋台骨を支えたっていうのは村上なのかなっていう、まあ、みんなが勝ってるから、うん、その印象は薄いかもわからないけども、はい、でも俺の印象の中でやっぱりこう苦しい時に完投をしてくれる、完投負けも
してくれたみたいな、うん、まあそういうところをやっぱり評価はしたいよね。そうですね。あと例えば、まあ、MVP は豊さん的に村上投手だとして、例えば中継ぎで桐敷、まあ、投手が途中から、まあ、ロングリリーフというか、まあ、そうだな、ったり、あと島本投手がランナーがいるピンチの場面で必ず出てきたりとか、この2投手も非常にこの、いやそれは中継ぎで言えば、うん、やっぱり島本なり、まあ、梶谷もね一時期頑張ったりとか、 あと桐敷、まあ、桐敷の使い方なんかうまいよね。まあ、岡田監督のそのコメントでも、はい、外から回して伝えるように影、はい、褒めみたいなのしてるからね。そうですね。だからそういう、こうやり方もすごくうまかったし、うん、でもその期待に応えた桐敷っていうのもね、うん、まあ、立派だったしね。で岩貞がダメだ、あちょっと疲れてダメだと思った時にすぐ配置転換というかさ、そうですね、違う人をポッと持ってきたりだとか、はい、使い方に嫌味がないんだよね、はい、うん、だからダメなものはダメで使わないということは徹底してたよね。そうですね、うん、これはやっぱりこうチームのバランスを崩したりだとか、まあ、する確率が高いというね、まあ、いろんなチーム見てるとやっぱ悪いのにしつこく使ってまたダメかっていうことをダメの上乗りしてる人がいるんだけど、まあ、だけどやっぱこう上乗りはさせないよね、岡田監督は。いやダメだったらちょっと休んで調子を取り戻せみたいな、お前の実力はこんなもんじゃないんだというようなことはもうすぐ明確にやらしてるよね、はい、うん、だからまあここら辺のこう判断の速さっていうのもピッチャー陣は助かったと思うけどね。そうですね、うん、あと抑えに今年あの途中から抜擢されて岩崎投手はどういうふうに映ってました？まあ、去年ぐらいからね、はい、そういうポジションでは経験をさせてた、うん、だけどその左ということで流動的にしといてはワンポイントだとか、はい、いろんなところで使いたかったんだろうけど、だけど岩崎がいなくなってから、まあ、抑えにする、これはまあ経験から成り立つね仕事で、そこをまた岩崎が不満も言わずスッと入っていけるっていうところが、はい、やっぱチームの緊張感なのかなっていう、そんな感じもしたけどね。そうですよね、うん、で一方じゃあ野手ダマーですけれども、ダマーはどういうふうに映ってましたか？いやこれはまあいろいろあるよね、いろいろあるけど、その優勝させるにあたってやっぱ大山、やっぱ4番は一度も外れてないということと、やっぱフォアボールの多さ、はい、まあ、今年のテーマだったのがフォアボールだよね、まあ、本当に大山我慢したと思うんだよ今年打席の中で、で我慢を覚えて、まあ、それがやっぱこうチームに打線のつながりを作り貢献に努めたというね、まあ、だから、まあ、他のチームの4番から考えると打点は少ないかもわからないけども、だけどあのフォアボールで出塁して次へつなげていく、で塁を埋めていく、そういう作業っていうのは大山っていうのはすごかったなと思うよ。その去年までの4番大山選手と今年の4番大山選手って、やっぱりそのフォアボールの取っていくだったりっていうことがやっぱり大きな違いと、まあ、チーム全体に言えることなんだけど、うん、それを率先して4番がやったということね、はい、まあ、これがまたやっぱ貢献だし、うん、何も4番が打たないと負けるとか勝てるとかそうじゃなくて、4番もつなぐときはつながなきゃいけないというね、うん、まあ、そういうことで後ろのバッターがヒーローになったりだとかさ、はい、するケースも多かったし、だからその大山の存在っていうのは大きかったと思うよね。そうです、まあ、そのマジックが減るにつれて調子を崩していったけどもそうですね、9月はちょっとここは大山らしいんだけどもね、はい、だけどそれまで持っていくためにはやっぱ大山の力っていうのはやっぱ決めるところはさよなら決めてくれたりだとかさ、はい、まあいろいろしたしね、うん、でもう行ってほしいって言った時にここ一本で打ってくれたのが大山だったと思うよ。そうです、うん、だから、まあ、近本っていうね、まあ勝負強かったしね、うん、まあ、木浪っていうのも、はい、あれだし、8番でね、梅野が抜けてから坂本って本当に苦しかったと思うんだよ、うん、俺がダメになったらもうこの優勝はなくなるっていうぐらいのやっぱそこまで考えたと思うんだよね。でもそこを立派に務めた坂本っていうのも立派だし、そうです、ね、うん、ただ投打に分かれると、はい、やっぱり優勝させた4番っていうのは、うん、やっぱり評価されていいかなっていうふうには思うよね。そうですね、やっぱりチームが苦しい時にやっぱり1本打ったりとか1つフォアボールで出たりとか、それが点に絡んだりとか、いやらしいフォアボール取るんだよ、うん、はい、また前半からずっと、うん、
まあ、マジックが減るにつれてブリブリ振り出したけどね、はい、やっぱりヒーローになっちゃうのかなとか思ったけど、はい、まあ、だけどそこは大山のなんか可愛らしさでね、うん、本当に大山はよく我慢もしたし、よく勝負どころで打ってくれたっていうことは言えるかな。そうですね、やっぱりその阪神の4番の大山選手っていう存在がやっぱりこの優勝にも大きかったっていうところは言えますね。いや大きいよな、うん、あとやっぱりあの一生懸命さ、はい、もう叩いていいんじゃないかなと思うよ、うん、まあ阪神の選手は本当に一生懸命やったけどね今年ね、はい、だけどその中でもやっぱり4番が率先してね、うん、全力疾走したりだとか、はい、相手に隙を見せなかったという、うん、まあ、そこら辺がやっぱこう大山が持ってるその試合にかける緊張感とかね、はい、そういうものがすごく良かったのかなっていうふうには俺は思うけどね。そうですね、うん、あとちょっと話名前が出たそのやっぱ近本選手、はい、まあ、中野さん1、2番コンビであったりとか、近本はやっぱ勝負強かったな、はい、まあ、出塁率もそう盗塁もそうなんだけども、やっぱこれは木浪との連動性があったね。ありましたね、で木浪がやっぱり打ってくれるし、で上位に回ってくる、そこで近本の勝負強さが生きるとか、はい、で中野がつなぐとか、うん、3番に森下を最終的に持っていったりとか、まあ、最初はノイジーが打ったりとか、はい、まあ、途中で小野寺が打ってみたりだとか、いろいろしたけども、やっぱそこにつながった森下、はい、これも印象的な活躍はしたよね。そうですね、最初その3番と5番がなかなか固定ができなくてっていう時もあったんですね。そうだな、3番5番、まあ、特に3番が機能すれば、はい、もう本当に流れるような打線だったけどもね、はい、まあ、だけど途中から森下が入ったり小野寺が入ったりとかして、なんとなくこう形になってきたり、はい、で大山がどしっと構えてくれて、うん、まあ、里輝もこうマジックが減るとともに活躍度がそう大山とは別に綺麗ですよ、反比例するように大山疲れちゃってんだよ多分、だもうそのもうやっとここまで来たかみたいなね、多分そうでしょうね。あ、よかった、でも本当に安心感あるんだと思うよ、安心というか、うん、あ、疲れが来るよねここからね、優勝したらドーンとやったという達成感だね。あと、まあ、坂本さん選手の話も出ましたけれども、その坂本選手の前までやっぱりこのマスクをかぶってた梅野選手の貢献度というのも、まあ、梅野も悪かったからな、うん、最初、うん、まあ、だけど途中からね形になり、はい、まあ、貢献ができるようになり、うん、その矢先に怪我をしたというね、だからもったいない怪我ではあったけども、やっぱり梅野がやっぱこう支えなきゃいけないところもあっただろうし、うん、でも坂本がいるからね思い切りできるっていうこともあっただろうし、はい、だからまあそこら辺はやっぱ坂本の存在っていうのも素晴らしく大きかったよね。そうですよね、うん、あとはその代打陣で例えば熊谷選手代走に出たりとか、熊谷選手だったりとか、はい、あと小畑選手ショートを守ることもあったり、はい、あと小野寺選手、あと宮瀬選手、はい、控えで支えてましたけれども、まあ、原口も良かったな。そうですね、原口、糸原選手もいますね、うん、まあ、糸原も良かった、はい、まあ、原口、糸原だろうな代打で言えばね、はい、うん、まあ、原口は、まあ、いいところで打ってくれたし、その糸原もそうだよな、うん、もうダメかなこの試合って言った時に、まあ、糸原が繋いでくれたりだとかさ、はい、まあ、いろんなケースがあったけども、うん、まあ、本当にみんなよくやったよね、与えられた仕事をね。本当そうですよね、うん、だから木浪がちょっとや疲れてるなと思って小畑を使ったら小畑が3安打、はい、でも次の日はもう木浪に戻すというね、うん、レギュラーはレギュラー、控えは控えという、やっぱりこうけじめをつけて岡田監督が使ったということもね、はい、まあ、一つの手腕としたら素晴らしかったよね。そうですね、うん、ピッチャーも野手も全部名前が出た時にやっぱどの選手もかけがえのないというか、この優勝に貢献している選手たちばかりだなっていうのがやっぱりだからこそ優勝できたのかなって。いや、これはね、やっぱ岡田監督はね貢献できるような使い方をしてたよ。あ、うん、手腕なんですね。手腕なんだ。だから先発だダメだった西純也を中継ぎに持ってって仕事をさせたって、うん、仕事ができるようになって先発に戻して1勝2勝したっていう、だからここら辺がやっぱ使い方がすごくうまかったという。そうですね、あ、ずっと今シーズン中継ぎで行くのかなと思ったら、いや、もう一回先発に戻ったというね、はい、そういうモチベーションをこう考えながら、やっぱ岡田監督っていうのはやっぱしっかり選手を見極め、性格を見極め、使っていったなっていうような感じがするよね、うん、そうですね、なんか岡田監督の手腕とか采配についてはまたなんかね、改めて一本動画でちょっと作りたい。お前怒られるぞお前阪神チャンネルかってお前最近お前何巨人から食らわれかみたいな言われるけど優勝してから、まあ、そりゃしょうがないな。そう、しょうがないです。そりゃしょうがないです。そりゃこらえてつかさいよな、はい、そうです